綺麗に終わるにはあまりに遅すぎたんだろうな。裏の裏まで見透かされて、心の中いっぱいアルコールで二人、ただ暗い部屋で飽きもせずに待ってるだけ。瞬きすら奥になってさ、このままじゃ息ができないから、都合のいい嘘を並べ、ベッドの中一人朝は待つ。純真無垢を演じたとしても君には伝わりしないし、完全新作は歌えなくてドロドロになってく。ほら嫌い嫌いと口の中で反すしてる。数センチ先の言葉が出なくてさ、奥深くには渦巻いている。不可抗もここに極まって、たまる危機を投げ捨てた。簡単だったはずなのに目を閉じ眠ることさえ難しくて、偶然ばかり乗ってることもバカバカしくなって、綺麗に終わるにはあまりに遅すぎたんだろうな。まで見透かされて、心の中いっぱいアルコールでいない、まだ暗い部屋で気にせずに待ってるからよ。